久々に来ましょう。やっとやった。ということで、今からはですね、松本麦商ということで、少しの時間ですが、小原シャオロンパーミント楽しい時間を過ごしていただければと思います。それではですね、早速今日はゲームとかクイズとかいろいろ用意しますので、呼んでみたいと思います。まずは最初シャオロンからです。どうぞ。 ということでね、今日マスコット賞がね、なんと10分しかないんです。10分しかないので、どんどん行きたいと思いますけどね。まず最初、ストラックアウトみたいな的当てゲームをちょっとやってみたいと思いますが、これシャブロンと一緒にマッカーテゲーム参加してくれるお友達、はい、というわけで、じゃあシャブロン一人選んでください。じゃあそこの帽子のドラゴンズの帽子かぶった男の子、やった。 じゃあスイッチ1回上がってください。青いの。息切れてる。はい、じゃあみんなの方向いて、こんにちは。こんにちは。シャオロン取られちゃうんだけど、自信ある？ある。お、自信あるそうです。じゃあシャオロン自信あるって言ってるから、僕とじゃあ対決しましょう。じゃあね、こっからにしましょう。こっちから。シャオロンこっちから。はい、じゃあ僕もこっち来てください。 僕は青いボール2つ、緑のボール2つね。はい、緑のボールです。はい、シャオロン、ピンク。はい。じゃあ、よいしょ。ちょっとこっち向けますね。はい、じゃあ僕もうちょっと後ろ。危ないので、危ないもん、もうね。ね、いらんことしないで、時間ないから。はい。さあ、じゃあね、まずシャオロンから挑戦してみましょう。シャオロン、ここから投げてください。下から投げてください、ね、危ないので。 ちょっと待って、ルール言ってなかった。ビンゴとかじゃないです。たまに1球投げて、数字が1から9まであります。ので、合計のポイント、点数で争ってみたいと思います。1を2つくっつけるよりは91個くっつけた方が点数高いですからね。さあ、それではシャオロンの1投目いきましょう。お、1ポイント。1ポイント。はい、じゃあ2球目。 ポイントでした。よし、じゃあ僕今度挑戦しましょう。はい、自信あるって言ってたからね、当てれば勝ちだよ。行ってみよう。惜しい。もうちょっと前を入れ、もっと前を入れ、もっと前を入れ、もっと前を入れ。よし、行ってみよう。よし、やりました。僕7ポイントということで、やった。自信あるって言っただけのことがあります。さあ、 じゃあせっかくなんでね、今日プレゼントを用意してあります。今日はなんと、三色紙。これは又吉投手。又吉投手の三色紙プレゼントしたいと思います。はい、じゃあシャオロンからもらってください。はい、握手もしててね。はい、ありがとう。じゃあお席の方で楽しんでください。はい、ということでまずシャオロンでした。ありがとうございます。 続いて呼びたいと思います。続いての登場はパオロンです。どうぞ。はい、パオロンで登場でございます。パオロンさんにはね、何やってもらおうかと思ってたんですけど、まあ、的当てではなくてクイズを出してもらおうと思いますけど、お題は最初からもう答えはね、パオロンさんにお伝えしてあります。パオロンさんがヒントを、あ、じゃあもらおうかな。スケッチブックに書いてくれてるので、この、ヒントから、 ある人物、誰のことを言ってるのか当ててもらおうと思います。今選手のなんと又吉選手のね、サイン色紙がもらえたということは、また色紙もらえるかもしれないので、どんどん参加しましょう。パオロンが考えてきてくれました人物当てクイズね、行ってみたいと思います。じゃあまず最初のヒント、こちら、おじいさんになってしまったり、さらに鶴に なる場合があります。おじいさんになってしまったり、さらに鶴になる場合もあります。これが第一のヒント。分かった人？あれ、分かった人いるよ、パウロ。せっかくだから3番目まで行くよ。3つ用意してるからね。ね。本当分かった？分かった？じゃあ2つ目のヒントいきますよ。2つ目のヒント。はい。CM で歌った
った曲がヒットしました。CM で歌った曲がヒットしました。わかるかな、大丈夫かな。さあじゃあ最後3つ目、じゃじゃん、カメを助けた人です。パオロさんちょっと手が上がってきましたよ。じゃあ一人選んでもらいましょう。パオロさん、あれ最初に挙げてた僕が手下げちゃったけど、分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃった。じゃあパオロさん一人、そこの女の子、じゃあドラゴンズの帽子を持った女の子来てください。はい、じゃあステージに上がってもらって、はい、じゃあ真ん中に来てくださいね。はい、じゃあみんなの方向いて、こんにちは。自信ある？あるって言ってますね。完璧？おじいさんになってしまったり、さらに鶴に、これ僕よく分かってなかったんですけど、こんな説もあるっていう話ですよね。 CM で歌った曲がヒットしました。さらには亀を助けた人、これは誰のことでしょうか。浦島太郎。パロンさん合ってますか。はい、大正解です。おめでとうございます。じゃあパロンさん用意してもらって、はい、さあ誰の色紙かな、行ってみましょう。じゃじゃん、はい、こちらは大野投手のサイン色紙になります。大野投手好き？うん、まあまあまあ、もうこれを機会に、ね、好きになってもらいましょう。大野投手のサイン色紙プレゼントします。ありがとうございます。はい、じゃあお席の方でお待ちくださいということで、このコーナーパオロンでした。はい、じゃあ最後の登場はドアラさんです。ドアラさんどうぞお願いします。はい、ドアラで登場でございます。はい、ドアラさんにね、クイズをやってもらうんですけども、昨日名古屋ドーム試合ご覧になった方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。来場されましたよね。昨日ゴードラゴンズというふうにね、一文字で、大きく文字を表したんですけど、今日はドアラさんに一人で一文字をやってもらおうと思います。よろしいですか。3文字のクイズになりますので、ドアラさんが今から何というふうに体で表現しているか、それを当ててもらおうと思います。ドアラさんお題はこちらでございます。さあ、じゃあもうちょっと真ん中来てもらって、ちなみに3文字ですからね、途中で分かっても言わないでくださいね。はい、じゃあまずは一文字目いってみたいと思います。そうですね、お客さんから見えるこんな感じでいいですか。はい、まだ分かんないね。じゃあ2文字目、あれ、なんか昨日も見たから。はい、じゃあ3文字目いってみたいと思います。最後の動きまでがポイントですかね。はい、今のロアラが3文字体で表現しましたが、何か分かった人、あれ、子供が誰も手がからないぞ、おかしいな、分かったお友達いない。じゃあもう一回パンパンパンとドアラさん3文字言ってもらいましょうか。もう一回いきましょう。最初の1文字目がこちら、2文字目がこちら、3文字目がですね。分かった人いなさそうですね、お子さんが。じゃあ強制的に行ってみようかな。じゃあそこのタイガースの帽子をかぶった僕、さっき手挙げてたから上がっていてください。なんでそんな不服そうなの。じゃあお兄ちゃん代わりに上がるか。お兄ちゃんおいで、いいよおいで。いまいち、いまいち、じゃあわからない。じゃあお姉ちゃんしようか、ね、ドラゴンズのサイン色紙もらえるって言ってね、無理っすって言われた。じゃあお姉ちゃん来てください。はい、無理っすって軽く言われたんで。はい、じゃあステージ上がっていってください。はい、じゃあみんなの方向いて、もうちょっと真ん中行きましょう。はい、こんにちは。こんにちは。分かった？全然分からない。ドアラさんが何かの文字をやってたんだけど、一個も分からなかった。じゃあよし、ドアラさんもう一回お願いします。すいません、あ、見えちゃった、見えちゃった。じゃあもう一回だけ一文字目よく見てね。
うん、分かった、学んで分かったでしょ。よし、元気よく言ってみたいと思います。ドアラさんが描いた文字は何でしょうか。ドアラ、ドアラ、合ってますか。分かんないよね。よし、じゃあ元気よくこれ読んでみようか。クイズ、え、なんだって。もう一回大きな声で。クイズ、クイズ大正解です。おめでとうございます。じゃあ最後ね、せっかくスイちゃんが出てくれたから、ドアラさんから再色紙もらいましょうか。ちょっと納得してないですけど、ドアラさん、まあ頑張ってくれたんでね。はい、じゃあ吉見投手の再色紙プレゼントしたいと思います。クイズ、分かった、今分かったのね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ小論パーロンも登場してください。いや、必要以上に汗をかきました。クイズが正解でしたね。一文字クイズって言ったでしょ。クイズです。はい、ということで、今日でですね、最終日ブルーサマーシリーズ3日目となりますね。昨日届いた残念な結果でしたけど、今日こそ、今日こそと毎日言ってますが、今日こそ勝ちましょう、ね、ということでタイガースファンのね、お友達もいますけど、タイガースもしっかり応援してもらいますが、今日も一文字ドラゴンズの一文字をやりますので、皆さんぜひご協力ください。ということでね、今日は D ステージまだまだ続きますので、この後もお楽しみください。それではドアラ、シャーロン、パウロにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。